私の名前は水木。小学3年生の娘千秋と、去年生まれた息子のヒロヤ、そして保護猫カフェからやってきた猫のねね丸、この3人を育てている兼業主婦だよ。私は育休から仕事に復帰したんだけど、そのタイミングで元同級生から仕事の連絡が来たんだ。でも彼女、すごく嫌な人間になっていたんだよ。ねえ、水木、あんたさ、あの有名な漬物会社の社員なんでしょ？あれ、さよ、久しぶりだね。前回の同窓会以来じゃない？そういう挨拶とか面倒なことはどうでもいいかな。あのね、あたし、修羅鬼広告で主任やってんの。へえ、修羅鬼広告。このあたりじゃ結構有名なところだね。でしょ？じゃ、契約よろしく。500万くらいの契約、組んでよね。は、500万？何言ってるの？契約しないし。それに、私そういう仕事じゃないから、もし営業をかけたいなら、会社の方に連絡して。何言ってるの？契約がないと困るんだってば。クズみたいな中卒の生意気社員がいるんだけど、このままじゃ、またあいつが成績1位になっちゃう。ちょっと何その言い方ひどくない？だって私は有名大学を出たんだよ。しかも主任なの。でも、そいつは中卒だし、平社員。なのに、成績だけはいいなんて生意気でしょ？だから、分からせてやろうと思って。分からせるって何を？自分の立場ってものを分からせるに決まってるでしょ？いや、さよ分かってる？それ相当ひどいよ。てか、まさかだけど、中卒が、みたいなこと、その人に言ってないよね。え？言ってるけど？は？だって、私は大卒だし、だから毎日 LINE で勉強するように言ってやってるよ。うわ、最悪。さよと部下沢田の LINE。ちょっと中卒、なんであんたまた契約取ったの？どうせ今回もまた弱みを握って脅してるんでしょ。そうでなきゃ、無能で中卒のあんたが大きな契約なんて取れるわけないもんね。ああ、最悪。てか、私が買ってやった中古の100円算数ドリル、なんで提出しないの？ああ、計算できないからか。バカなんだから、早く仕事辞めれば？おい、早く返信しろよ。え、返信の必要な内容だったんですか？返信って、必要ですか？バカなあんたにはわからないか？そうですね。この内容になんて返信すればいいのか、僕には全くわからないです。でしょ？あんた頭悪いでしょ。だから契約をよこしなさい。主任、契約取れないんですか？は？僕の契約を横取りしないといけないくらい、契約足りてないんですか？ふざけんな、中卒のくせに。有名大卒の私に生意気言うんじゃない。こうなったらお前はクビだから。クビ？主任にそんな権限あるんですか？どんな手を使ってでもお前を辞めさせる。中卒が一緒に働くなんて嫌なのよ。確かに僕は中卒ですが、営業成績1位ですよ。それに、いつまでもそんなことを言っているのは主任だけです。うるさい、消えろ。そうですか。いや、もうさよの送っている LINE を見せてもらったんだけど、その内容にドン引きしてしまったよ。しかもこの内容を堂々と見せてくるのがもう頭おかしいでしょ。ちなみにさよにパワハラされてる沢田くんって私も知ってる人なの。というか、このあたりじゃ天才営業マンとしてすごく有名な人なんだけど、結局さよに言われて会社を辞めちゃったんだ。まあ、その後はどうなるのか簡単にわかるよね。水木や、はぁ？ねえ、契約してよ。え、さよ、そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。何が？中卒のクズ営業マンは辞めさせたから、高学歴しかいない部署になったよ。だからとっとと500万の契約して、わかった？あんたの会社潰れるでしょ。え？いやいや、現実逃避してるの。頭大丈夫？今すごい勢いで取引を切られてるって噂だけど、しかも、あの天才営業マンの沢田さん、ライバル会社に行ったんだよね。まあそりゃそうか。作用を止めなかった会社に対して復讐したくなる気持ちもわかるかな。いや、何の話してるの？あのさ、作用、しばらく出社してないんじゃないの？え？あんた、もしかしてスパイとか？そんなわけないでしょ。確かになんか休めって言われて休んでる。今いるとまずいから、とにかく出社するなって。意味わからなくない？私が営業1位になるのが、そんなに悔しいのかな？そんなわけないでしょ。さよが沢田さんを追い出したことが、業界内というか、ビジネス街でかなりの噂になってるんだよ。
ああ、私褒められてるんだ。あんた、どこまでバカなの？は？めちゃくちゃ有名な天才営業マンって言われてる人だよ。どこの会社だって欲しい人材を追い出したんだよ。これがどういう意味なのか、わかる？いや、え？沢田さんを追い出すような会社、どう考えてもおかしい。そういう話になって、次々に契約を切られてるって話だよ。なんで？当たり前でしょ。というか、さよだってわかってるはずだよ。彼の噂を知らない人、この辺りのビジネス街じゃいないんじゃない？若い頃から営業一本、倒産寸前の会社も次々に救ってきた。伝説の営業マンだって。それはわかるけど、でも中卒じゃん。私は有名大卒なんだよ。仕事に学歴って関係ある？そりゃ、大卒じゃないと一緒に仕事しないみたいな人は、今の時代にもいるのかもしれないよ。でも、そんなの少数派でしょ。それに、有名大卒でも仕事ができない人だってたくさんいるし、結局学歴なんて関係ないと思うけど。でも、私より成績がいいのなんて生意気じゃん。ああ、さよってプライド高いのかと思ったけど、違うんだね。え？だって、有名大卒の自分より中卒の人の方が成績がいいから、自分のところまで落ちてこいって考えなんでしょ？自分がそこまで上がろうって気持ちではないんだね。私出社してくる。いや、やめた方がいいよ。今さよが言っても迷惑なだけだから。それこそ倒産の危機でしょ。私こんなことになると思ってなかったの。思ってなかったから何言ってもいいとでも？最低だね。いや、まさかあの有名な天才営業マンを追い出すとは。結局会社はかなり傾いてしまったみたいだよ。さよはクビにこそならなかったものの、いわゆる追い出し部屋に行かされたって話だね。それに沢田さんからも精神的な苦痛に対する慰謝料を請求され、親に泣きついて支払いをしたみたい。でも一番泣きたいのは沢田さんの方だと思うよ。それとさよのパワハラのことを一切知らなかったのに、いつの間にか会社が傾いてしまった別部署の人たちだよね。結局さよは耐えられずに会社を辞めてしまったんだ。水木と沢田の LINE。 さよ、会社を辞めたみたいだよ。情報ありがとうございます。いえいえ、しかしびっくりしました。あの有名な天才営業マンの沢田さんが私の知り合いの息子さんだったなんてね。母が漬物工場はみんな優しいし、仕事もやりやすいと言ってました。それに水木さんがよく声をかけてくださると。沢田さんは本当に真面目でにこやかで太陽みたいな方ですよ。ありがとうございます。それにしても大変でしたね。いや、自分が中卒なのは事実なので、今までも中卒で母子家庭で育った自分のことを見下して嫌がらせをしてくる人はたくさんいました。慣れてますし。でもさすがにさよさんのパワハラが分かっていて、みんな見て見ぬふりですからね。結果どういうことになるのか分かった方がいいんじゃないかと思いまして。それは私もそう思います。もちろんさよの言動は最低最悪なものだったけど、同僚や上司たちも止めなかったわけだからね。さよさん、とにかくヒステリックな性格なので、上司にもすごい勢いで食ってかかっていくんですよ。だから、自分がターゲットになりたくなかったんでしょうね。ダメな会社だな。沢田さんにとって、ふさわしい会社ではないですね。今はライバル会社で働き始めたのですが、すごく楽しいですよ。自分に負けじと頑張ろうとしている人たちもいますし、やっぱり、切磋琢磨できる環境って、いいですね。うんうん。もうさよさんやあの会社は自分の人生にとって関係ないので、気持ちを切り替えて頑張ろうと思います。私は漬物会社で働いているんだけど、工場の方に話の合う仲良しのパートさんがいるんだよね。まさかあの天才営業マンのお母さんだったとは。さて、沢田さんの方は転職してすぐに気持ちを切り替え、大きな契約をバンバン取りまくっているという話だよ。さやの方はまあなかなか再就職は難しいよね。ねえ、水木の会社も結構有名な会社でしょ？私そこで働くから、お願い、仕事が見つからないの。何言ってるの？てかさよ、反省したの？反省？だってずるいと思ったんだよ。私の方が頑張って勉強してきたのに、なんで中卒の方が営業成績が上なの？もともとの能力の違いじゃない？それにさよが勉強を頑張っている間に、沢田さんだってお母さんを助けるためにいろいろな仕事を頑張ったってだけじゃないの？それは
結構金銭的に厳しかった時代もあって、お母さんも仕事が得意ってわけでもなくて、だからお母さんにあまり無理をさせたくないからって中卒で働き始めたんだよ。これって本当に素晴らしいことだと思うんだけど。そんなの離婚した母親が悪いでしょ。母親がちゃんと働けばよかっただけでしょ。離婚したんじゃなくて先立たれたんだよ。それに沢田さんのお母さんはずっとちゃんと働いてるよ。沢田さんが中学生の時に体を壊しちゃって、それでしばらく働けなかっただけだって。さよだって話を聞いて知ってるでしょ。でも諦めな。そうやってでもだってばかり言って人の足引っ張ろうとしている人間じゃあの人には勝てないよ。悔しかったのよ。その後噂が広がってしまったさよは再就職もできず、今は家に引きこもってるって話だよ。ちなみに実は結婚の話が出ていたんだけど、その話もパーになっちゃったんだってさ。どうやら結婚の話がうまく進んでいなかったことでイライラして沢田さんに当たっていたみたいだけど、最低だよね。ちなみにあの会社はなんとか倒産は免れたけど、今後はしばらくやばい状況が続くんじゃないかな。沢田さんがライバル会社に行ったことで契約はスカスカ状態だし。さて、今日はそんな沢田さんのお母さんが遊びに来るの。大の猫好きでね、にゃにゃ丸に会いに来るんだよ。さて、美味しそうなお菓子でも用意しよっと。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。